はい、クララです。今日はとても素敵な土曜日です。太陽がすごい出てきてて、さっきすごい寒かったのに今日が暖かくて幸せです。で、今朝いつも通りヨガ行って家の掃除してベリーダンス行って2時間で、今帰ってすごいコメントでどんなメイク持ってるとかメイク紹介をしてほしいってよく言われるので、で、しかも最近すごいいろいろ買っちゃって増えちゃったから整理しながら紹介しようかなと思います。で、今おいしょこれがあって超もう完璧完璧で、このアロマに入れたのがこれ、なんかそのエネルギーを与えてくれるローズマリー、グレープフルーツ、オレンジ、ペパミント、シナモンオイル。では早速いきますか。 OK、 これが私が持ってるメイクで、実際にパリはこの同じぐらいの量がパリに置いちゃったけど、まあまあとにかく今手元にあるものを整理したいと思います。で、でもまずみんな気づいてます？この画質良くなってない？私今まで iPhone11 を使ってたんだけど、さすがにね、みんなかわいそうかなと思って14 Pro Max 買いました。で、そこでちょっと一個見せたね。 iPhone14 です。で、早速ケースも選びました。シピッ。みんなも SNS でめっちゃ見てると思うんだけど、ケースティファイの、カスタマイズブルミラーケース。なんか前回の iPhone も、なんか前の iPhone も同じケースで、いつも SNS でコメントで何のケースですかって聞かれたので見せますね。で、今回の提供アイテムでもあります。でも提供だからといって適当にもちろん選んでるわけないから、どうしてケスティファイが本気で好きかを教えたいと思います。まあね、まあ、ずっと使ってるし多分分かってると思うんだけど、まずサステナブルなことがすごく大事です。ケースは、まあ、ケースによって多分この子は 50% リサイクルマテリアルで作られてて、で、全体的に毎回新しいケース作るときに古いケースを使って新しいケースを作ってるのですごい素敵です。で、このミラーっていうところが超便利で、なんかたまに外をいるときになんかメイク大丈夫かなってちょっと心配になったら、私いつもこのケースで簡単に確認ができるから超便利で、最後あと Promise we go back to makeup なんだけど、最後がカスタマイズできるところも大好き。多分 iPhone みんな持ってるし、ケースティファイもめっちゃ人気だから、みんなとかぶってて自分の携帯取られるのがちょっと不安だけど、クララクララの名前を入れました。まあ特にね、なんか撮影の時にみんないろんなところに iPhone 置いてるから、もうクララって書いてあるからすごく便利。 Back to makeup です。 OK、まずは、このトランスパラントなやつを使って、一番使ってるリップをここに、並べたいと思います。 Hermes Lipstick Collection、こういうのが Hermes Steam、 これが Hermes Steam っていうラインで、ちょっとグロッシーな感じです。ちょっと見せます。ピッ、こんな感じ。素敵で、すごいいい香りしてて、で、全て香りが違うからいい感じで、このケースがあるから、持ち歩きが簡単。ピッ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 。ザラから注文が届きました。どうですか？まあ、これを買った理由は、あとこれすごくないですか？ちなみにこれパジャマ。なぜ買ったかっていうと、私ベリーダンスをやってて、で、来週初めてのショーがあるので、ちょっと一緒どうしようかなと思っていろいろ試してますって感じ。 OK、 Back to makeup で、この Hermes Beauty の中でこのリップもあるんだけど、もうオブジェとしても普通にすごい美しくて、あとクオリティが本当にすごい。
なんかこういうフィニッシュがなんかちょっとシャイニーのもあって、で最近マット仕上がりのものも出ました。かわいい。マットコレクションです。で、たまに期間限定もあって、これ夏だったかな。2話をイメージにしたコレクションで、なんかすごい落ち着いたと、なんかこのピンクだとか、あとこのオレンジだとか、これはすごい自然な色だったね。この自然な色もあって、本当に合わせられるので、この子たちは結構夏に使ってたかな。で、1個余る問題だね。まあ1個余んないけど、いつもなんかどちらかを一緒に持ち歩くからちょうどいいんじゃないかな。で、持ち歩くときにいつもこれを使ってる。中に入れて、で、ワンリッププラスワンコンシーラーも入れられるから結構便利。でも、まあ、MS は結構いいお値段してるから特別なオーケーションになるんだけど、私が大好きですごい安いのもあります。 MS 以外一番使ってるリップはこれ The Public Organic。 なんかすごい安いし、いろんな色あるし、あと自然、なんか自然な色の中でいろんなのがあって、でなんか持ち歩きやすい、あとケアもしてくれるからめっちゃ好き。 Let's try all of the colors。 なんかね、ただその分かりやすく色を変えてほしいんだよね。毎回1個を探すときにめっちゃ困るからね。OK、 じゃあ濃い色はここ、自然な色はここにしようかな。お、これはケアのやつだけだね。ケアは違うところにする後で。お、これ結構濃いやつ、ちょっと似てるね。で、これもケアかな。かわいいこのピンク。これが明るいピンクだからここにしよう。これだいぶ使ってるこの子。シュイップ。かわいい。これもキャーかな。シュイップ。いいね。なんかすべて赤のバリエーションですね。おお、かわいい。かわいいじゃん。できました。プラス、腕をきれいにしました。あと、まあナチュラル系で言えばこういうオペラだとか、この他のオペラもあって、でこれ結構同じ色だけど結構ツヤが強めな子たちですね。なんか結構でツヤがあって、でこの子ももうちょっと自然でツヤがある。はい、あとこのザラのやつも結構買ってて、特にマット系が好きなのでこのザラ。あ、でこの子もすごい自然なので、あとリップにいいから、友達と一緒に入れます。ちょうどいい量になりましたね。はい、で結構強めマット系の子たちはこれで、例えば、まあ、結構、ザラを買ってて、なぜならなんかこれ終わった時にこれキープしてこれを入れられるから、まあ、ザラはサステナブルってちょっと言いづらいけど一応ちょっと頑張ってるのが好き。シュイップ。うー、
matte and strong。 この子ピンク、red。 私一番持ってるのがリップなんだよね。リップが一番使ってるから、あと残りは結構自然にしてるけど、リップは楽しむところ。シャワー、ふう。あとはザラもこういうちょっとちっちゃいスティックも売ってて、でこれはすごい持ち運びやすいし、なんかそう一日はちょっと楽かも。シャッ。あとはちょっと違う形でこういうのもある、なんかもうちょっとツヤのあるものですね。シュイップ、うーツヤで、この子も買った。うーつや。あとは例えばサニーズフェイスのものでも結構マットで強めなのがちょっとオレンジっぽいものとピンクっぽいもの、あとはセフォラの赤リップ、セフォラの自然系リップ、あとトップショップのちょっとツヤ感のあるツヤ感のあるリップ、ピンクリップ、ルシは結構自然な仕上がりで赤でポップなものと結構深いパープルで、これはディアダリアのやつで、こういうちょっと若干マットっぽいモーブになります。あとはこれ一番使ってる、もうザ赤リップ、いとこが誕生日でくれたからめっちゃ好き。マックマックは結構いいんだよね。でめっちゃいい感じの、これがこのメイクアップフォーエバーの赤は一番、ずっと一日動かないやつ、チューしてもいっぱい食べても動かない。最初はこういうリクイッドっぽいで、あとはマットになってずっと動かないやつ、結構好き。で、これはスタイルナンダの自然系ブラッシュ。で、これもディアダリアの自然系グロス。OK! すべてのリップでした。結構入りはありますね。で、次は、肌をきれいにするための人たち。私そんなにいっぱい使ってなくて、一番も全部の私のビデオに出てるのがこのナチュラルグラッセのパウダー、まあ、結構 強くて自然だから、このこことここにしか使わない。で、あとはでコンシーラーは同じナチュラルグラッセのやつで、こことこことちょっとニキビあるときに使う。あとはパウダー2つしかなくて、このシャネルのシャネルのルースパウダー、なんかこんな感じで、まあ、たまになんかやばい時にここにパパパとかポッパとかするのと、あともう一個はこのメイクアップフォーエバーのやつで、でメイクアップフォーエバーこれのいいところはここを回すのね。で回すと新しいパウダーが出てくるから、いつも綺麗なパウダー、この分だけを使って、いつも新しくて綺麗だから結構好き。でこのラインが HD ラインで、本当になんか撮影用のラインなので写りがいいし、あまり崩れない。ナイス。あとはこれは、ちょっとだけ日焼けした時と、本当に夏冬でファンデーションじゃないけど、すごい自然で仕上がりがちょっとツヤ感があって、大好きな、んかちょっとニキビ跡があるとかに自然に隠してくれる。で次はチーク、
チークもいっぱいたくさん使ってるわけじゃないけど、同じく結構、エルメスが大好きで、エルメスはこれがハイライター、なんか結構ゴールド系の強めアイライターと、こういうもうちょっと自然な仕上がりのハイライターもある。あとは 目のコーナーとかリップの上はこういうすごい強めのやつを使ってる、マークチークス。あとチークは、このハイライターのなんか影を作るためにこれキコのスカルプティングタッチっていうやつで、なんか普段は例えば出かけるときにちょっとなんか本気出したいときにここにパッてでこれをブレンドして、でここにハイライトを入れたら結構顔が濃くなる。これ普段よく使うゾーン、出かけるときこの子で、たまにもしさらにこれを動いてほしくないときにこのブラウン、これもザラなんだけど、このブラウンパウダーが同じブラウンでもうちょっと違う色のブラウンもある。あとは、チークの色、こういう優しいピンク、こういう優しいピンク、このちょっとモーブピンク、あとこれモーブピンクが好き。あとはこのゾエヴァのパレットでこの4色があるのも使ってる。あ、これも超かわいい。これスタイルナンダのピッ、すごい優しいピンク、めっちゃ使ってるこれ。じゃあここ OK Now the eyes、まずマスカラはいくつかある。これはアレ向けのブルーとピンクマスカラ、これが、赤マスカラ、マジョリカ、マジョリカで、一番普段使ってるのがこのメイベリン、すごいボリューム出してくれるから大好き。あとこのインテグレイトのマスカラも使って、でたまにこのファッションのボリュームも使ってます。あとはアイラインとかに使ってる子たちは、例えばこれ、これもアレム系で、ピンク、ピンク色なアイライン。私引くのあまり上手じゃないけどたまにチャレンジしてる。あとこのスタイルナンダのピンク、これもすごい優しいピンクだから、なんかこれ正直私が使うとあまり見ないけど可愛い。あとは例えばこのブラウンでなんかザラでここにで使うやつだから、ちょっとなんかシャドウとか本気出したい時にこれを使ってます。でこれもザラなんだけど、こういうなんかパウダー系、これも結構使いやすくて、あと結構色がしっかりしてて、なんかこういう風にシャで、シルバーバージョンとこのゴールドシュイップ、これもある。なんかこれも結構強いから、なんかあとこれあるね、これは白いセフォラの白いやつで、下に使ったら目が広く見える。でこれのもうちょっと自然な NYX の、ニュードバージョン。あとはこの MAC のパープル、なんかちょっと目を強くしたい時にこのパープルを使ってます。でこのブルー、これもセフォラなんだけど、このブルー、このブルーがすごい強くて私めっちゃ好きなんだけど、これもパー目に使う。あとは目に使うここのパウダーいくつかあって、例えばこれが、これ結構フランスで自分のいろんな好きな色を取ってここにまとめた。でこの中にコラーパップとかマックが多い、かわいいしょ、いろんな色。あとこれ結構オールマイティーな、なんかマット系しかないパレットで、スタイランダですごい自然で使いやすい。
あとはこの BH コスメティックのカラリーバイボールさんとのコラボなんだけど、マットもあればキラキラしてるやつもあるから使いやすい。あとは いろんなザラがある。これこれこれ使いやすいね。いろんな色を揃ってくれてて、ブラシでこのナフスのナルシシストっていうやつも、おいしょ、なんかいろんな可愛いピンクがあって超好き。あとこれいいっすね。We are almost there。 次はブローズのやつで、このブローソープ、これ普通に Amazon でブローソープで探して買ったんだけど、ここなんかこれは 100均のやつえ、これを濡らしてこうパーでシュ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 って感じ。これが一番自然なやつ。あとはもうちょっと本気出したいときに、この Makeup Forever のブローマスカラとブローペンソル。 We are almost done。次は The Brushes。 一番好きなのはこれ、もう美しいエルメスのブラシ、気持ちいい。あとはこれ Makeup Forever でこのファンデーションのためのやつ。あといろんなキコとか MAC で For the Eyes とか、これ For the、Matte 赤いリップスティックはこれで書いてます。あとこれアイライナー、一番これ使ってる、こういうジェルタイプでこの筆を使ってパッて描く。ビューラーは、シュームラ、いろいろ使ってみた中でシュームラが一番上げてくれた。で毎回ブラシをきれいにするためにこれを持ってる。なんか色をつけてシュ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 して次の色をいける。繊細。これセフォア。Final step. シャーシャー The nails。 まあネイルはそのすぐダメになるとめちゃムカつくから、もうやっぱりラックのなんかエルメス、これベース、エルメスが一番強いからトップコーチ。マネルは基本的にジェルしてるから足のためしかほぼ使わないから、このマーシーにいい感じの色と、あと最近出た新しいファンキーな色。Final item。 これメイクアップフォレバーなんだけど、メイクを仕上がった時にシュ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 ってして、フィックスしてくれる感じで、ネイルのケアなんだけど2つ使ってて、このエルメスのオイルと、ダイアン・ボノールの、ワックス、これがなんかすごい乾燥する時にこれを使ってます。これローズのワックスなんだけど、すごいいろんな使い方があって、まあオーガニックでリップ、ココとかネイルとか、あと髪の毛のセットにも使えるから超好き。 Oh my god! Oh my god! So much makeup! 気持ちいい。これが綺麗にしないと、これは一番普段使うやつだからここに残して、でこれとか、まあ、これはここも残すけど、この子たちは下、お風呂のところに入れます。えー、じゃあみんなこのぐらい持ってるのかな、普通なのかな、どうでしょう。あと最後に、注目したいしてほしいのが、彼も、ケイスティファイのストラップで、なんか今初めて人生この携帯のストラップ使ってるんだけど、超エレガントプラス、スーパー便利。
なんか携帯はもう手使いたいときにパッ。ってすればいいからね。ということで今日のビデオが終わりました。もうただただ私が持ってるメイクを見せただけなんですけど、気になる、メイクとか、まあ、気になることあればぜひ教えてください。はい、ありがとう。つけるの簡単。ウィー、こんな素材してピッ、イエー。